あの人形を狙って、えい！ああ、外れちゃった。次、姉ちゃんやってよ。いいけど、姉ちゃんやると楽勝すぎちゃってゲームになんないからな。なしなし、今の脳幹だから。このツル状態悪すぎ。ちょっと店員さん呼んできて。商品管理どうなってんのっつって。姉ちゃん大人げないよ。悪質なクレーマーはお里が知れちゃうよ。ん？上等だこら。知れて困るような里に生まれてないわ。住民のやんちゃ係数が若干高めなだけのおおらかな町だわ。ああ、なんだ、あんたか。あ、姉ちゃんがよくうちに連れ込む騎士の兄ちゃんだ。ちょ、弟、あんたなんつった今。国語の授業しっかり受けろし。姉ちゃん嫁入り前だからな。人聞きの悪い表現気ぃつけれ。もう、兄ちゃんダメだよ。うちの姉ちゃん、いきなり後ろから声かけられるとびっくりして萌えキャラみたいな声出ちゃうんだ。名誉毀損だよ。そういうのいいから。ほら、いい子はまず最初にちゃんと挨拶する。こんにちは。ねえねえ、兄ちゃんも一緒に遊ぼう。いいのいいの。この兄ちゃんは暇そうなビジュアルして何気に忙しいんだから。てか、なんか悪いね。こんなとこでのんきに遊んでて。何がって、だから部の存亡がどうこう言ってみんなガチ目でやってんのに、うちだけこんな子守っていうかゆるいノリしててさ。ウケる。あの二人もさっき同じこと言ってくれたよ。まあね、あんま普段あの子らと遊んでやれてないからさ、こんな時ぐらいお姉ちゃんしたいっていうか。あ、うん、下の弟たちなら観覧席、母親と一緒にまったりしてる。この子はなんかアトラクション系の出し物見たいっつって。ねえねえ兄ちゃん、いいでしょ、遊ぼうよ。引っ張んない引っ張んない。ほら、兄ちゃんの謎マント大きく右に寄っちゃってるから。あんたも気にしないでもう行っちゃって。うちは次の出番まで時間あるから。まだ。本当？やった！兄ちゃんと遊べる！いいのに、そんな気使ってもらわんでも。なんだかね、うちの子らすっかりあんたに懐いちゃって。ほんの 1,2 回うちに来ただけなのにさ。え？姉ちゃんもっといっぱい連れ込んでるよ。弟、あのさ、だからさ、軽率に混んでるとかつけないでくんない？てか、どこで覚えたそんな言葉。ね、チェルンの姉ちゃんが言ってた。あいつできんだな。子供の上層教育によろしくないわ。あのね、兄ちゃん、お外に遊園地あるんだって。早く行こうよ、早く早く。だから謎マント引っ張んなっての。兄ちゃんアシンメトリーなシルエットになっちゃってんじゃん。ん？ちょっと暗黒騎士っぽくて悪くなさげかも。こちらはミニウォータースライダーですわ。ミニボートに乗ってミニ水流下りをお楽しみにいただけますわ。はあ、滑り台と人工ため池で。なるほどね、そんな手の込んだのまで作って。え、ボートちっさ。いや無理じゃん、あれ大人2人とか明らか化石祭じゃん。姉ちゃんたちは大人じゃないでしょ。子供でもなく大人でもない不安定な年頃でしょ。あんたほんと、どこでそういう言葉覚えてくんの。ピンクか、またあのピンクの女か。姉ちゃん、いいから乗ってよ。姉ちゃんと兄ちゃん2人
人で乗って。そんな言われてもねえ、あんただってさすがにあれ二人は嫌でしょ。あ、いや待って待って、何言ってんの、あんた。ちょ、冷静に考えてみ。だってあのキッズサイズに大人がタンデムって。やったー、兄ちゃん OK だって。はい、姉ちゃんも決定。はマジか、やばくないかこれ。いろいろさあ、大きいお友達のお二人ともしっかり捕まっててくださいまし。ちょ、こら、店員押すなし。だから、嫁入り前だっつってんじゃん。これ、絵面とんでもないことになってる気すんだけど。おい、マジで大丈夫か。姉ちゃん、急におとなしくなってどうしたの？やがましい。この状態でパヤパヤしてたらただのバカップルだわ。揺らすな揺らすな。てかさ、なんであんたそんな平常運転なの。それはそれでどうなのっていう気もするんだけど。いや、まあ、あんたがいいならいいんだけど、別に。ラブコメの波動、はい、終われドーン。これでお楽しんでいただけなかったら、実の弟といえども何らかの禍根が残るとこだったわ。ん？まあ平気、こんぐらいほてった体にちょうどいいし。あ、いや、ほてったって別に変な意味じゃなく。変な意味って何？うるさい、いいからほら、あっちで兄ちゃんに遊んでもらっとき。はい、行った行った。集中してて気づかなかったわ。音楽ガン流ししてたし。てかさ、あのさ、大声上げながら背後追走すんのやめてくんない？びっくりして萌えキャラみたいな声出ちゃうとか以前の問題で、シンプルな身の危険感じてゾワッとしたわ、不審者的な意味で。だが今はまだ師としての君に伝えよう。特別講座で得た学びは今も僕らの中に残っている。結果や成果などさして重要ではないと個人的には思うよ。なんか分かりみ。まあ学びとかそんな大層なもんじゃないと思うけど、あーそっか、そういうことねみたいな瞬間は確かにあったし、だからうちも受けてよかったと思うよ、姉さんたちの授業。しんないけどね。チェルチェル楽しかったから何でもいいです。チェルーン。皆様、そのように言っていただけること、たとえ嘘であっても嬉しく思いますわ。私にとって今回最大の収穫はあなた方に出会えたことですわね。素晴らしい光景ですわ、仲良し部の皆さん。あ、ちょ、なんなんこれ突然。え、いつの間にこんなギャラリー湧いてたの？そらまあ登校時間ですから、登校してきた子たち周りにいっぱいいましたけども。ふむ、どうやらみんな密かに聞き耳を立てていたと見える。さすが僕らの通う学園だ。建前の校風とは裏腹に
なかなか行儀の良い子女が育まれているね。仲良し部さん、昨日の戦い拝見しておりましたわ。仲良し部、うちらの学校を守ってくれてありがとね。いきなりこんな拍手喝采とか謎すぎんだけど。マジビビるわ。てか引くわ。てか若干恥ずい。クロエ姉ちゃん、地図のバツ印んとこ着いたよ。早く早く。ちょ急ぎ、あんまはしゃぐな。走んなら前見れ前。ああ、鍵見っけ。いやそんなとこには隠してない。じゃなくてなんか見間違いじゃないの？ほんとだよ。ほらほら、こっち来て見てよこれ。ああ、なにどれ。嘘でした。みそぎのいたずら大成功。え、なんそれ、いつまで笑ってんの。え、あのさ、いいけど人を騙したら取り間謝っとくのおすすめ。人付き合いそういうの大事だから。クロエ姉ちゃん怒ってるの？あ、なんでよ。子供にマジギレするほどキャパ狭くないわ。いや、うちはいいんだけどね。いいんだけど、世の中いろんな人いるから。意外とバラエティ豊かでたまにシャレ通じないのもいるから気ぃつけれって話。あとびっくりして萌えキャラみたいな声出ちゃったことは墓場までテイクアウトよろ。クロエ姉ちゃん、みそぎのこと嫌いなんだ。うまい。ああ、もうなんで逃げるし。ちょ、待ちって。お前人の話聞かな。みそぎ、いた大丈夫？怪我してない？立てる？うん、平気。よかった。てかさ、あんま心配させないでくんない？おばちゃん意外と過保護な一面あるから。どうして？クロエ姉ちゃん、みそぎのこと嫌いじゃないの？だから違うっつってんじゃん。そもそもうちらさっき会ったばっかじゃん。好きとか嫌いとかまだそんな段階じゃないでしょ。でもみそぎはクロエ姉ちゃん好きだよ。え、かわいいかよ。なんつーピュアな目してくれてんの。さっきはいたずらしてごめんね。クロエ姉ちゃん今日ずっと怖い顔してるから、みそぎ笑ってほしくてあんなことしちゃった。え、待って、嘘。そういう理由だったの？マジか。お前超いいやつじゃん。おばちゃん鍵あげるよ。あ、ちなみにこれ、顔が怖いのは生まれつきだから気にしないで。ううん、ごめんなさい。みそぎもう二度といたずらしません。いや、いいんだって。いくらでも好きにしたりって。これ、お詫びの印です。ん？何この箱？いいの？開けるけど。にゃー！また引っかかった。おいこら。だってクロエ姉ちゃん、いくらでもいたずらしていいって言ったもん。上等だクソガキ。待て、こらー！